皆さん、こんにちは。かつて関西ジャニーズジュニアのユニット A グループのメンバーだった福本大成さん。福本大成さんは高学歴でも知られ、数々のクイズ番組にも出演し活躍していました。しかし、昨年急遽ジャニーズ事務所を解雇されてしまいました。その理由はコンプライアンス違反ということなのですが、具体的にその理由は明かされていません。今回は情報をいろいろ集め、その解雇された理由に迫ってみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。2023年12月30日、スマイルアップが公式サイトで A グループの福本大成さんをコンプライアンス違反で契約を解除したと発表しました。一発でクビになったということで、大変なショックでした。4日前に出演を予定していた生放送番組ゴールデンラビットは体調不良で欠席していたそうです。福本大成さんは一体何をして契約解除されたのでしょうか。現時点では具体的な理由については発表されていません。当該事象の詳細につきましては、当該関係者の方々のプライバシー並びにご意向を尊重し、公表を控えさせていただきますとあります。当該関係者というワードから相手がいるのではないかと推測されます。また被害者がいることで詳細な内容が伏せられている可能性も考えられます。小柴陸ですらクビにならないのに、福本大成何したのマジで。プライバシーに配慮して内容公表しないってことは、相手がいるっていうか被害者がいるのかなって勘ぐってしまう。何やってんのよマジで。福本大成、被害者とか相手がいるから名前出せないのかな、などのファンからの反応がありましたが、公式からの発表はありませんので、推測の域でしかありません。福本大成さんのコンプラ違反の理由として考えられるものを洗い出してみました。一つずつ見ていきましょう。理由の一つ目は未成年との関係です。万が一福本大成さんが違反したコンプライアンスが未成年因行であったとしたら、理由を公表すると被害者にさらなる被害が及ぶ可能性が考えられます。福本大成さんには以前から女癖が悪いという噂もあったようです。そのためコンプラ違反した詳細な内容が伏せられているのかもしれません。理由の二つ目は反社関係です。一発で契約解除になったという重い処分であることから、反社とのつながりがコンプラ違反なのではないかと推測する声も見られました。しかし発表文に被害者がいるような書き方であったことから、別の理由なのではとも考えられます。理由の3つ目は違法性の高い行為です。違法性の高い行為としては、未成年飲酒、未成年喫煙、違法賭博、違法な薬物など、このような行為が挙げられます。この中で未成年飲酒と未成年喫煙については、過去に活動自粛となった事例があります。事務所が変わって処分が厳しくなった可能性もあります。理由の4つ目は副業です。過去に元 KAT−TUN の田中聖さんが事務所に無断で都内に飲食店を経営していたことが理由の一つで、契約解除されたことがあります。副業で解雇された事例があることから、可能性としては高そうです。理由の5つ目は女性関係です。福本大成さんの契約解除の発表文から被害者がいるのではないかと推測されています。そのことからも妊娠やハラスメント、不倫など女性関係の問題が理由となり、契約解除に至ったのではないかとも噂されています。理由の6つ目は情報漏洩です。一般的な企業でも顧客の個人情報や取引先の情報が外部へ流出することは極めて重大なコンプライアンス違反となります。もし週刊誌に事務所の情報を横流ししていたとなると、契約解除にあたる大変な問題であると考えられます。ちなみにスマイルアップのコンプライアンスを調べてみました。法令等の遵守、利害関係者の尊重及び公正な取引、人権尊重と差別・ハラスメントの防止、情報管理の徹底、公正妥当な会計処理、記録の保管等、利益相反の防止及び私利追求の禁止、違法・反倫理的な行為の報告、対応、報告者の不利益な取り扱いの禁止、知的財産権の保護、反社会的勢力及び関連団体との関与の防止、
持続可能な発展への寄与ということで、全部で11項目あります。このいずれかに違反したことで、福本大成さんは契約解除という重い措置がされたということになります。旧ジャニーズ事務所では、何か問題があった時の処分としては一定期間の活動自粛が多かったように思います。しかし体制が変わり、コンプライアンスにより厳しくなったとも考えられます。グループの福本大成さんがコンプライ班で契約解除されたことに衝撃の声が多く見られました。なにわ男子に続き、関西ジュニアからのデビューが期待されている A グループ、注目されている A グループですが、炎上や不祥事という不穏なワードが付きまとっているのも事実です。ここからは、過去にどんな不祥事やスキャンダル、炎上があったのかご紹介していきます。一つ目は、末澤誠也さんの彼女ユイとの写真や動画が流出しました。2016年頃に SNS 上に末澤誠也さんとその彼女とのデート動画や写真が流出しました。相手の名前はユイさんという人で、雑誌のビビで読者モデルなどをしていたそうです。動画には男性の顔は映っていませんでしたが、末澤誠也さんの特徴的な声と男性の声が同じで交際が発覚したようです。また末澤誠也さんとユイさんのツーショット写真なども数多く出回っていました。そのため2人が付き合っていたのは確実だと思われます。意外にもこの流出はファンから好印象を持たれているようで、その理由は以下の2つになります。1年10ヶ月という長めの交際期間であったこと、交際期間が長くなっても記念日を大切にしている豆さ、一見チャラそうに見える末澤誠也さんなので誠実さがギャップに感じたファンもいたようです。そういった意味では稀有な例と言えそうです。2つ目は福本大成さんの女性との手つなぎデート動画が流出しました。2020年6月頃に女性と手をつないで歩く福本大成さんのデート動画が流出しました。後日動画投稿者が福本大成さんに流出動画を見せた際の、あれで俺ってわかるん、人生終わるから本当になど話す音声も拡散されました。こちらは削除されており、現在は聞くことはできません。どれも福本大成さんと断定できる証拠はなかったですが、ファンからは批判も多くありました。3つ目は福本大成さんと元 NMB48 横野すみれさんの密会デートです。2021年3月18日に福本大成さんと横野すみれさんが密会していたと週刊誌に報じられました。福本大成さんと横野すみれさんが個室居酒屋で合流し、映画館で煙突町のプペルを鑑賞し、その後時間差で大阪のビジネスホテルに入っていくところをスクープされています。横野すみれさんは6日前に関ジャニ∞の横山優さんとの京都お泊まり会をスクープされており、二股交際とさらに話題となりました。 A グループは横山優さんのプロデュースによって誕生したグループで、特に目をかけていたこともあり、先輩に対して不義理だと大炎上となりました。福本大成さんの2回目の流出に対してファンからは、いい加減にしろ、プロ意識がないなど厳しい声も多くありました。また福本大成さんはこのスキャンダル後 A グループメンバーに2ヶ月間口を聞いてもらえなかったそうです。過去に A グループは不祥事の他に番組などで炎上した経験もありました。一つ目の A グループ炎上は末澤誠也さんのタバコです。2020年、番組収録中に末澤誠也さんの衣装の胸ポケットにタバコが入っているところが放送され炎上しました。ちなみにタバコの銘柄はメビウスオプションパープル8ミリだと言われています。末澤誠也さんは成人済みですし、事務所の先輩にも喫煙者は多くいるので、タバコを吸うこと自体が炎上した理由ではないようです。炎上した理由は以下の3つの理由がありました。衣装の胸ポケットにタバコを入れていた、未成年がいるロケなのにタバコを持っていた、収録中にタバコを持っていてプロとしてどうなの。ファンからは末澤誠也さんがタバコを胸ポケットに入れていたことに対してのプロ意識が低いという指摘が多かったです。しかしタバコを吸っている末澤誠也さんに対して好印象を持っているファンもいました。2つ目の A グループ炎上は、先輩の元関ジャニ∞スーパー8の村上信五さんに対する発言が原因です。 A グループの小島健さんと佐野雅也さんが読売テレビの朝パラ S に出演した際に、関ジャニ∞の村上信五さんの私服がダサいと発言して炎上しました。また関西ジュニアあるあるで、関ジャニ∞の村上くんの降りてきた衣装は汚くて外れ
という発言も見られました。番組上の笑いを取りに行った発言だったんでしょうが、関ジャニ∞のファンからは叩かれました。この炎上によって A グループは関ジャニ∞のファンからはよく思われなくなったようです。3つ目の A グループ炎上はウエスト東京ドーム公演に出演したためです。2022年7月から行われたウエストのドームツアーの東京ドーム公演の初日に A グループがサプライズ出演しました。その公演で A グループはバンドセットで登場、 A じゃないかのバックで踊るオリジナル曲スターリードクズを披露し、ファンからは特別扱いしすぎと炎上しました。他にもバックで踊っているジュニアもいましたが、 A グループは特別出演ゲスト扱いという表現がしっくりくるほどだったそうです。さて、そんな A グループには不仲で喧嘩をしていて仲が悪いという噂があります。まず A グループのメンバー同士はビジネス不仲だと言われています。ビジネス不仲とは、本当は仲が良いのに表ではわざと不仲を演じることを言います。特に小島健さんと末澤誠也さん、福本大成さんと正門義則さんはそれぞれビジネス不仲コンビとして有名です。この2組の不仲コントは面白いとファンの中で好評のようです。しかし本当に不仲ではないかという噂がありました。不仲という噂が浮上したきっかけは、2020年に放送された ABC テレビのレギュラー番組のザ・グレイテストショーメンです。この番組の内容はメンバーが演出家からダメ出しを受ける様子や稽古中のメンバー同士のぶつかり合いといった舞台裏を放送するというものでした。メンバー同士の不仲演技がリアルで不仲説につながったと言われています。しかし A グループの実際の不仲エピソードはなく、メンバー同士甘えた関係ではなく、お互いにはっきりと意見をぶつけ合い切磋琢磨している関係性だから、そのぶつかり合いが不仲に見えたのかもしれません。 A グループとなにわ男子に不仲説があるようです。その理由は、同じ関西ジュニアとして比較されてきたためだと言われています。またA グループの冠番組なにわから A 風吹かせます、なにわイケメン学園 A 男塾のロケでもなにわ男子との不仲を匂わせる発言があったことも影響しています。メンバーの小島健さんの関西ジュニアは誰でも一人一個面白くないギャグを持っている、ただ例外があってギャグを持っていないキラキラしただけの7人で構成されたアイドルグループが先日デビュー発表したなにわ男子という発言があり、それがなにわ男子への皮肉に聞こえたのかもしれませんね。しかし A グループとなにわ男子は不仲ではありません。2組は不仲ではなく、お互い切磋琢磨しライバルとして刺激し合っている関係です。ジュニアチャンネルでも末澤誠也さんはなにわ男子の大橋和也さんを同期、藤原丈一郎さんを親友に近いという発言をしています。ところで A グループの正門義則さんと末澤誠也さんは過去に大喧嘩をしていました。2021年2月発売の雑誌で喧嘩していたことについての発言があり、原因はグループに対するお互いの正義感のぶつかり合いだったそうです。この末則喧嘩について、末澤誠也さんは、正門義則とはいろいろあり一度大喧嘩したことがある、それからは些細なことでも気にかけるようになったと言われていました。その後2021年7月発売の雑誌アンアンで末澤誠也さんは、わだかまりをなくすためにしっかりと仲直りしたとも語っています。 A グループのことを真剣に考えているからこその出来事だったと見られています。いかがだったでしょうか。今回は福本大成さんについて深掘りしてきました。福本大成さんのコンプラ違反による契約解除に動揺するファンが多く、事実解明を求める声が高まりました。しかしそれに対してスマイルアップは何ら対応することがないまま今日に至ります。挙句の果てには福本大成さんが SNS を使って活動を始めています。そこでは何も語られていないことから、この契約解除の件については不問に付すということなのでしょう。一発クビという衝撃的な処分にショックが大きいですが、 A グループメンバーも心配です。引き続き今後の動向も見守っていきたいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。